はいどうも。夜中にお腹が空いて外で食べたくなって急に一人で暗い中火起こしを始める系 YouTuber の K です。今回はね、ちょっと面白いものを買ってきたので、それを作っていこうかなって思います。はい、というわけでテーブルの準備が終わりましたので、まずは火起こしを始めていきましょうか。おなじみのスタンドを用意して、この時ね、もうかなり錆びついてきて、そろそろお手入れしなきゃなと思いながらセットしてます。はい、じゃあこんな感じでセット完了です。今回はね、朝ひもとファイヤースターターを使います。これがね、ほくちになるので、なるべく丁寧に丁寧にほどいていきます。くしゃくしゃーってね。こんな感じでふわふわにできました。じゃあこちらをセットして、じゃあこちらの周りにちょっと薄めの炭を優しく乗せていきますって思ったんですけど、さすがに無謀ですよね。ちょっと家を探索してきます。はい、では割り箸があったので割り箸を使ってやっていきます。じゃあね、まずは火がつきやすいように細かく削っていきましょう。削ったらかき集めて麻ひもの上に乗せておきます。こんな感じね。あとの割り箸はフェザースティックみたいな感じにね、加工しておきます。まあ、あんま上手くないんですけどね、練習練習って感じで。はい、じゃあこんな感じで出来上がったので、早速火をつけていきましょう。こちらのファイヤースターターね、ちょっと削ってね、火花が出やすくなるんでね。全然つかないですね。ダメだこりゃ。ということでね、前動画で作ったチャクロス、こちらを使ってやってみましょう。こちらも北地になるんでね、火を拾いやすい炭化した布ですね。お、来た来た来た、早いですね。もうつきましたよ。あとは風を送って、おお、ついた。もうすぐね、この状態でフェザースティックにしたね、割り箸を入れていきます。そして火が燃え移ったら、先ほどの薄めの炭を乗せていきます。これで多分ね、燃えてくれるでしょう。いやー、もう待ちきれず、すいません、いっぱい飲ましてください。大好きな炭のふと。今回は純粋ぶどうで割ってみます。すいません、お先いただきます。
いやー、夜中に見る炭火って癒されますよね。はい、ということで網をセットして、今回見つけたのがこちら、キャンディー状のウインナー。これぐるぐる巻いてあって面白いですよね。形にそそられて買っちゃいました。こちらをね、今回焼いていこうと思います。こちら持ち手がついてるんでね、バーベキューの時とかにすごいいいんだろうなと思います。油が落ちる。もはや火事だよこれ。やばい、大変。はい、ということでこんな感じでできました。こんがり上手に焼けました。ということでね、食べてみます。食感はね、結構パリッとして肉肉しくてジューシーで美味しいですね。これはお酒が進みますよ。最高。じゃあもう一本の方も焼いていきましょう。あ、いいこと思いついた。前作ったガーリックオイル、これを塗ったらね、ニンニクの香りがプラスされてさらに美味しくなるんじゃないかなってことでね。じゃあ早速火にかけて、じゃあ早速塗っていきますよ。もうね、あたりがニンニクの香りですごいことになってますよ。はい、できました。肉汁すっご。ペロペロしたらやけどしちゃうけどね。では実食。うん、いやー、ニンニクがすごい効いて口の中でブワーって香りが広がる。美味しい。お酒も止まらんわ。美味しいかも。はい、ということで今回のペロペロキャンディーみたいなソーセージ、皆さんもどこかで見つけたら買ってみてくださいね。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録お願いします。それじゃまたね。バイバイ。